中洞屋キャンプ場に急に思い立ってきました。よいしょ。今日もマックは定番のバストランド、シーラーを貼りました。湖側もいっぱいだったんで、今日のロケーションは川沿いです。結構水かさが増してて川の音うるさいかもですけど、頑張って喋っていきたいと思います。本当はちょっと車横付けで貼りたかったんですけど、ちょっと来た時間が遅かったのでもう入れないっていうことで、頑張ってリヤカーで荷物運びました。なのでちょっとね、あんまり持ってきたくなかったんで荷物を減らしたんですが、これが吉と出るか凶と出るか、朝から何も食べてないんで、枝豆食べたいと思います。本当はシェラカップに開ければいいんでしょうけど、シェラカップもおろしてきてないので、このまま食べていきます。まだ凍ってる。ちょっと冷たすぎてダメだ。ちょっと出して解凍しときます。解凍している間におにぎり、今日はセブン筋子醤油漬け、こちら食べます。完食。美味しかったです。めったに後悔しない寝床です。枕、寝袋。よいしょ。こんな感じでいつも。最近は寝袋に入らないで上にかけて寝るようにしてます。今日はちょっとニューアイテム一つありまして、まだ箱に入ってるんですけど、じゃーん、ランタン。ちょっと今日はこれに初火入れをしたいと思ってます。
ビール飲んだね。幸せ幸せ。ショック、テントに穴発見。焚き火できっと焦がしたんでしょうね。まあしゃあないか。よし、枝豆食べながらビール飲みます。周りがね、もう家族連れが多くて、平日でも夏休みっていうことをすっかりちょっと頭から抜けてまして、ね、目の前にこう第一サイトと第二サイトをつなぐ橋があるんですけど、トイレがこちら側の第一サイトにしかないので結構人が歩くんですよね。ちょっと場所ミスったかなと思いながら、中に引きこもりながら楽しんでいきます。女一人でいると家族連れの方は絶対話しかけてこないです。今日はキャンプでしたかったことの一つ、キャンプで本を読む。漫画じゃないですよ、ちゃんとこう真面目な本です。家で読むより頭に入るかなと思って、今日は本を持ってきました。それではしばらく読書タイムに入ります。ビール一本飲んだらなんだか眠くなってきちゃって、疲れてんのかな。お昼寝しようかと思って幕の中に入ってきました。よし、お昼寝します。ちょっと小腹が空いたので、ブーリスメーサバ、こちらもセブンの商品です。いただきまーす。おいしい。
目様にはビール2本目。今日ファイヤーボックスで焚き火楽しもうと思ったんですけど、ちょっと結構風がちょっと強かったんで、急遽久しぶりのソロストーブ出してきました。キャンプファイヤーじゃなくて、なんだっけ、ファイヤーボックスだとちょっと深さがなくって、火花がもろテントに飛んできちゃってて、また穴開いたら嫌だなと思って、高さのある、よいしょ、ソロストーブ、キャンプファイヤーを、で、今日は楽しみたいと思います。これも結構火花が飛び散るな。あまり火を高くしないで、今日は焚き火をしたいと思います。今日の晩ご飯は、カップヌードル。最近何もする気がなくて、家でもこんなものばっかり食べてます。よいしょ。そろそろちゃんとご飯支度しなきゃなと思いつつ。3分待ちます。いただきます。